はい、クラビアチャンネルです。今日はですね、だいぶ暖かくなってきたらですね、岩手なんですけどまだ寒いんですけども、やっぱり日中は結構暖かくなってきたんです。で、当然庭には雪もなくなりましたんで、皆さんのお庭もそうかもしれないんですけども、この雑草がですね、やはりかなり目立ってきました。こんな感じで冬枯れのクラピアに間からですね、よく見かけるような雑草がかなりですね、こうピョコ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 と顔を出してきてます。岩手なんでまだ寒いんで、クラピアはですね冬枯れ状態なんですけども、こんな感じですね。種付け花、道種付け花がなんかやたらと多く見えます。はい、こんな感じで、マルチの際なんかもこんな感じで、かなりですね、雑草がやっぱりなんていうんですか、寒さに強い雑草はもうかなりの勢いで出てきます。去年もですね、ちょっといろいろ除草剤を使って試してみてですね、今年も春先のこの時期にちょっと除草剤をちょっと散布してみようかなと思ってました。クラピアにもちょっと若干影響はあるんですけども、経葉処理とかですね、あと土壌処理の、兼用タイプの除草剤なんですけども、希釈倍数とか、あと使う時期、要は気温ですね、これをある程度ちょっと調整してあげると、なんとかかんとかクラピアに最小限の影響で使えるっていうのがちょっと分かりましたんで、今年もですね、ちょっと実際に使ってみようかなと思ってました。ちょっと実際に今作りますんで、ですね、全面っていうよりかちょっとやっぱり影響を考えるだろうか、ピンポイントって言うんですか、雑草に、直接、吹くような感じの方がいいと思います。でないとやっぱり結構影響が出ますんでね。はい、そんなわけでですね、今日は、クラピアの春の除草作業ということで、除草剤を散布してみました。はい、以上です。